86BRZ レース2019最終戦岡山国際サーキット。まあ現状はランキングトップでこの最終戦岡山に乗り込むことができたのはいいんですけども、後ろと 14.5 点差という差があるので、普通に考えるとものすごく僕はチャンピオン候補に見えると思うんですが、今回のこの岡山のレースが2ヒート制というレースで、最大33点取れる、1レース目が10点、2レース目が20点、予選が1点、ファーストテストが2つあって33点取れるレースなので、まあ いくらでもひっくり返る、可能性があるので、全くもって僕は今アドバンテージを持っていると思ってません。そうですね、今チャンピオン争いしているのが 4人いて、僕そして近藤翼、坂口良平、堤優衣で、今一番マークしているのは坂口ですね。もちろんもう2人もマークはしてますけども、ここ岡山国際サーキットが、坂口選手と、大阪トヨタがですね、まあ、ホームコースといっても過言じゃないサーキットで、今回チャンピオンを取るためにかなり、秘策をね投じてきてる感じなので、まあ、守るのと追っかけるっていうと、まあ、気持ち的には追っかける方が楽に見えるんですけど、もう1回しかないんで、まあ、個人的にはこの最終戦が岡山っていうところが結構スーパー耐久でもあるんですけど、去年も最終戦で逆転チャンピオンを取ったりとかもしたんで、なんか最終戦が岡山っていうことがちょっと ほっとしてるっていう気持ちありますけど、今年は、まあ、開幕からポイントを重ねることができて、結構ね、まあ、優勝できなんかないんですけど、まあ、着実にポイント重ねて、まあ、茂木まではね、こうシリーズトップで来れて、前回ちょっとつまずいてしまって0点で終わってしまったんですけど、まあ、今回、まあ、まだね、チャンピオン狙えるんで。そうですね、まあ、今4番手につけているんですけど、トップの谷口さんとはすごい、点差が離れていて、まあ、なかなかチャンピオンシップ逆転は難しいところなんですけど、まあ、僕的に今シーズンずっと目標にしてたのが優勝だったので、まあ、優勝してその先に、まあ、チャンピオンがついてくればいいとは思ってます。なのであまり難しく考えずに最終戦は挑もうと思ってます。はい、いよいよ2019年のシリーズも最終戦となりました。僕的には本当に今年1年勝ちを目標としてやってきたので、何としてでも勝ち、まあ、その中で、結果としてシリーズチャンピオンがついてくればいいなと思っております。今シーズンも、最終戦、ランキング2位で、迎えることになりました。ぜひですね、優勝してチャンピオン決めたいと思います。ここ、岡山国際サーキットは、まあ、自分の地元のサーキットなので、谷口選手、近藤選手、堤選手には、負けません。勝ちます。ここまで来て負けられるわけがない。絶対勝つ。この4選手が 86BRZ レース2019のシリーズチャンピオンをかけ、最終戦であるここ岡山国際サーキットで争うこととなった。今回の最終戦は最大33ポイントが獲得できる2ヒート制での実施となる。僕的にはそのこの 86BRZ レースで、プロフェッショナルクラスでチャンピオン取るということは、まあ、出場しているメンバーから見ても本当にすごいことですし、優勝するのも本当難しいレースなので、でも特にこのレースは反響が大きいんで、まあ、僕もちょっと17年にチャンピオン取って、そこから少しこういろいろチャンスもね、他のレースでももらえることもあるので、1回優勝するだけですごく周りからは注目される、あれは誰だと、名前をね売ったりアピールしたりするのにはとても効果のあるカテゴリーだと思います。天候は曇り、路面はウェット。 86BRZ レース2019プロフェッショナルシリーズ第8戦岡山国際サーキット1日目予選、エントリー台数39台、
各車両一斉にコースインしていく。谷口のブテルはブリヂストンタイヤで1本目のアタック。ここ岡山国際サーキットのコースレコードは佐々木雅弘の持つ1分50秒221。シリーズランキングトップの谷口のタイムは1分57秒199と振るわず。しかし谷口のブテル、今までのように1回だけのアタックで追えずに、さらに周回を重ねていく。続いてシリーズランキング3位の坂口良平、ブリヂストンタイヤで1本目のアタック。タイムは1分55秒862で谷口のブテルを大きく引き離しトップ。そして坂口良平、ピットに戻ってくる。シリーズランキング4位の堤雄衣、ブリヂストンタイヤで2本目のアタック。今回路面がウェットということもあり、多くのドライバーが周回を重ねてのアタックとなった。堤雄衣のタイムは1分56秒858で5番手。ここで現在予選トップタイムの坂口良平、再度交戦していくと、谷口のブテルが1分55秒594で坂口良平を上回り、トップタイムをマーク。予選残り5分というところでの4本目のアタックだった。このアタックを谷口のブテル本人と振り返ってみよう。今回の予選は、ウェットコンディションになってしまったんですけど、正直、この状況は望んではなかったんですね。ドライでやりたかったんです。その雨の予選にそんなに自信もなかったし、坂口選手がすごく得意とする状況なんでね、どうも向こう側に、向こうチームに流れがいってるなと思いながらも、まあ、ただ諦めずに、なんとかホールを取ろうと一生懸命走りました。これ見てと分かる通りですね、通常のドライのアウトインアウトのラインはちょっと通らずに、少しラインを外して、どうしても踏まなきゃいけないところはあるんですけども、まあ、フリッピングポイントを取らず少しアウト目を通ります。車速をなるべく落とさないように、高めの車速をキープして走ります。そしてバックスレートエンドを過ぎた後の左のコの字と言われるところはですね、まあ、これは、致し方なくアウトインアウトで行くんですが、それでも少しだけずらしてターンインをほんのちょっとだけ遅らした後にグッと切って内側に入っていくと、ここですね。今からここに通常よりほんの少しだけ奥から曲げ始めるんですけども、まあ、でも大きくラインを外すことはないですね。ここも、イン側はちょっと遠赤引っ掛けながら、走るという、小細工をやっております。ダブルヘアピンで、2速から3速にシフトアップしなきゃいけないんですけど、ちょっとシフトミスをしたんですね。ここで2から3がおっと入らないというところで、ほんのちょびっとロスしたなとは思うんですが、まあでもほんのちょっとで済んでるとは思います。通常の予選だとドライでね、一周こっきりの予選となるんですが、まあ、今回は雨ということで、始めから終わりまで15分間ずっと走り続け、5周目に、ベストラップが出ました。谷口のブテル1分55秒594でトップ。続いて堤雄衣の4本目のアタック。タイムは1分55秒815で谷口に次いで2番手につける。堤、谷口と同じく4本目のアタックとなるガモー直也。タイムは
1分55秒678で隅を抜いて2番手につける。まあ昨日までの順位を考えたら、まあ、2番手はすごい、まあ、上出来だと思うので、まあまあ、しっかりそれを生かせるように決勝も頑張ります。そのガモーの後ろにつけてアタックするオリドマナブ、ブリヂストンタイヤで4本目のアタックとなる。タイムは1分55秒772でガモー直哉に次いで3番手に入る。ガモー選手ウェット速いの知ってたんで、たまたまガモー選手の後ろにつかせていただいて、非常に良い結果が出て、最終戦表彰台目指して頑張りたいと思います。予選アタック残り1分を切ったところで水谷大輔ブリヂストンタイヤで6本目のアタック。タイムは1分55秒724でオリドマナブを抜いて3番手につける。昨日の戦友も雨だったんですけど、雨量がちょっと今回の方が今日の方が減ってたんで、少し内圧低めにしていったら、まあ、思いのほかちょっと上がるのが遅くなっちゃって、まあ、やっと予選の一番最後のところで、まあ、いい状態出せてきて、まあ、最後にタイムが出せたっていうところですね。シリーズランキング2位の近藤翼、ブリヂストンタイヤで6本目のアタックにかける。タイムは1分56秒319で13番手となり、シリーズチャンピオンは大きく遠のいてしまう。まあ、ずっとクリアな状態でずっと走れて、まあ、最後まで走ったんですけど、ちょっとグリップガンがなくて、やっぱ昨日からちょっとそれがあったんですけど、今日もなくて、ちょっとね、走っててもこれタイム出てないなーってフィーリングもあって、ちょっとまあ予想通りだったんですけど、順位も予選アタック8周を走りトップタイムをマークした谷口信輝。取ったぞホール、あと2レース、やりました。いやもうやりました。どうやどうやさ、あれもタイム上げなかったな。いやでも5秒はいっぱいいっぱいやもん、濡れてるもん完全に。いや抜かれるんじゃないかと思って最後まで行かなと思って、うん、いやだって両兵が一発アタックしてからピッと張っててずっと休んでた、それから最後攻撃していったから。その坂口良平はタイムが伸びず6番手にとどまった。まあ、ちょっと2つピット入った理由があって、まあ、2周目がちょっとタイムアップしてない雰囲気があったのと、ちょっとポジションとあの P マーク出てたから、これ内圧調整した方がいいっていう判断なのかなと思って入ってきたんですけど、まあ、どっちにしろ、1回回ってもう1回内圧合わせていこうかなと思ったんですけど、セクター3がタイムが上がらなくて、でそこでコンマ3、4ずっとロスってたんで、最後そのままそこまで稼いでたんですけど、ちょっとダメでしたね。悔しい本当に、はい。シリーズチャンピオンがかかった堤雄衣は5番手となった。まあレインコンディションだったんですけど、昨日の戦友でずっと走り続けた方がタイムが出るということで、まあ、スタートからピット入らずに回り続けたんですけど、まあ、どうしてもやっぱり台数が多い分クリアラップが取れなかったりとか、タイヤが美味しい 3,4 周目で少し抜きながらベストとかがあったので、まあ、すごい接戦の中でとりあえず5番手で終われたってことは、まあ最低ラインだと思います。エキスパートクラス決勝、雨の予選を制したのは横浜タイヤの石塚、2番手敦賀、3番手萩本。チャンピオン争いをしている水野と橋本が下位に沈む波乱のグリッドとなった。石塚いいスタートを切っていったネット、そしてその後ろにいるのは中島でしょうか。水野は本当だ、走れていない。これで橋本のチャンピオンがほぼほぼ確定ということになります。立っています、これ以上は伸びない。そしてヘアピンのところでインガーにいた大島和也2番手に浮上。
なんだよこの第2集団かな、やっぱり今ヘアピンのところ、お橋本入った、橋本決勝第1シートは敦賀が制し、この時点で橋本のチャンピオンがほぼ確定となった。全然今さっきまで気がつかなかったんでびっくりしました。よかったです。辛かったよ。10月20日決勝第2ヒート、敦賀はさすがのスタートを見せていきました。トップで入っていきます。2番手には大島がし、これ飛び込んでくるのは橋本、さあどうでしょう。2番手3番手争いが最後のバトルになってくる。どう考えているのか、横並びのままのブレーキング。宗藤は立ち上がりで、これは大島抜き切りました。大島も最後までプッシュ。トップチェッカーは敦賀、茂木戦に続いて2連勝を果たした。エキスパートクラス2019シーズンは橋本洋平がチャンピオンを獲得し、シーズンを終えた。86BRZ レース2019プロフェッショナルシリーズ第8戦、岡山国際サーキット第1ヒート決勝。今回は2ヒート制のため、予選と同日に行われる第1ヒート決勝。本当ね、立ち止まれない、常にですね、まだあるんじゃないかっていうのを追い続ける。広島人ですから明日もレースありますけど、とりあえずこのレースちゃんと走んないと、明日も厳しいでしょうし、多分そんなにドライになると抜いてこれないと思うので、だから何としても、まあ、この1ヒート目で、まあ、キープというか、まあ、それなりに走りたいですね。天候は曇り、路面はドライ。このレースはレースディレクター影山雅彦とポールポジションスタートの谷口信輝と共に見ていこう。ブラックアウトスタート。フロントローはさすがのスタートだ。谷口信輝を抑えてく抑えてく。ガモ直也を押し出さんばかりに抑えていきます。ガモちゃん行き場ない。アウトサイドから水谷大輔も入ってきた。さあどうだ、まずは谷口、ガモのアウト側から水谷が行って、2コーナー水谷が2番手に浮上か。さあガモの後ろもぴったりつけています。1コーナーあたりで大きな混乱はないか。そしてこの3番手4番手5番手ぐらいまでが一列かなりの接近した状態のまま、モスイーツからアトウッド横並び、3番手4番手横並びだ。ということで、今回は、谷口さんに来ていただきました。よろしくお願いします。今スタートのシーンなんですけど、はい、おそらくテロップで良い子のみんなは真似しないでねって出たと思うんですけど強烈なスタートシーンでしたね、はい、そうですね、その辺からちょっとやりすぎてますね。お話を聞きたいんですけどどうでしょう。スタートで、まあ、とにかく1コーナートップで行きたいのは、まあ、当然じゃないですか、はい。でまあ、スタートしていつも僕が、ね、インガートリックのは、まあ、いつも通りなんですけど、ガモーが、まあ、いいスタートをして、まあ、そばにいたんですよね、はい。でまあ、僕右に寄せる理由はミラーの中にちょっといてほしいからというのもあって寄せるんですけど、1コーナーまでに行かれそうだったから、そこをなんとか抑えようと、いうのが、まあ、今見るとやりすぎですね、これね。これはプロクラスですんで、良い子の皆さんはあまり真似しないように、はい、お互い信頼の中でね、はい、やってることなんで、はいはい。そしてこれ1周目ですけども、はい、チャンピオン争いをしてる坂口と堤が、はい、すぐ上がってくるんですよね、はい。先頭はパドックラストレート、2番手争いだ。堤優衣が入りたいがこれはダメ。それを坂口良平読んでた。ダブルヘアピン、アウトサイドからアプローチをして、ダブルヘアピンの2個目で入る。3段成功するのかどうなのか。横並びから坂口良平と堤優衣が横並びのままマイクナイト、そして最終へ坂口抜き切った。2番手水谷、3番手坂口、4番手に堤、5番手に青木、6番手に賀茂、そして織戸、その後ろに脇坂、佐々木雅、市森が結構ついてますね。大阪マシンが決まってるんですね。水谷がちょっと苦しくなってきたか。さあアトウッドのところで、おお外、水谷がちょっとコースからアウト側にそれちゃった。タイヤに土
口ついちゃいました。これはこの後が厳しいかも。2番手に浮上してきたのは坂口亮平。僕の中では正直抜かれない自信があったんで、はい、で亮平が後ろに来たってことで僕の中ではねちょっと向きに走るのをやめたんですよ。まあミッションいたわるってのもあるんですけども、はい、2レース制で岡山ってなると結構ブレーキがきついんですよ、はい、で亮平に僕のことを必死で追っかけてもらおうと、はい、ブレーキをどんどん使ってもらおうとっていう気持ちもあって、じわりじわりと落ちてくる分を、はい、その調子で全開で来い来いって思ってましたね、はい、あそして森戸と佐々木が今いい感じで1コーナー入っていきますよ。佐々木まさに最後飛び込む。森戸がアウト側から行かせるか。ちょっと無茶なことありますね。どうなったでしょうか。なかなか後ろは熱いバトルやってますね。やってますね。帰ってきますと5周終了です。5周終了、レースは中盤。トップ2のタイムギャップは先ほどの周回で1秒5、今はどうでしょうか、1秒62に広がってます。これね、特筆すべきは7番手を走っている赤いマシン、カーナンバー32番の市森智明さんですよ。市森さん、会社役員であってプロドライバーではないですからね。その市森さんが7番手を走っているというのがすごいです。坂口亮平がしっかりと決めてきたマシンだと思います。そしてトヨタガズーレーシングのドライバーでもある松井孝光が佐々木浩太との接触によりクラッシュ。それによりセーフティーカーが導入されることとなった。僕的には、あ、貯金がなくなったっていう気持ちと、はい、何があったんだろうって思ったら、あそこにクラッシュパートの中に1台いたんですよね、裏側になってる車が、はいはい、あ、誰かひっくり返ってると思って、あのことの重大さここで知りましたけど、はい、松井孝光自身の無事は確認されている。レースは残り3周というところでセーフティーカー先導で再スタートとなる。8周終了、9周目で赤旗になり、現在この周回回っているのは10周目ということになっています。まあ、目的にはこのままセーフティーカーで終わってくれてもよかったんですけどこの辺でね消えると思うんですよね、ランプが。ランプが消えた途端に SC は結構飛ばして帰っていっちゃうんだよね、はいはい、あ、ここで消えましたね、はい、で、はい、消えたぞと、はい、僕はここでゆっくり行きます、はい、で、セーフティーカーを追い抜いちゃいけないんで、はい、セーフティーカーがもう追いつかないだろうというタイミングで、さらに後ろがの意表をついたタイミングでスタートしたいんで、はい、どこで行こうかなと、はい、ここからはもうね、セーフティーカーが逃げていきました、帰ってきましたから、谷口選手任せのペースですね。もうね、ここから行きました。ここから行っちゃったんですか。ここから行きました。だから坂口詰めてないですよね、はい、もう行くのみたいな感じだと思いますよね、はい、だいぶ早かったですね、はい、で僕はこの時はセーフティーカー早く行ってくれ早く行ってくれと結構ギリだったんで、ファイナルラップだけの超スプリントホームストレート戻ってまいります。グリーンフラッグ、リスタート、リスタートです。谷口、坂口、あ、なんか平和な感じで通過をしていきます。1コーナーもブレーキング、パッパッパッと ABS が作動しているのが点灯いたしますが、トップはバックストレート、谷口の後ろから坂口、そして3番手の堤がその前の2人を見ている。4番手争いは、おー、水谷が出てきた。ヘアピン、水谷大輔出てくる。そしてその後ろ、アウトサイドの青木に対しインサイド飛び込んできたのは市森智明。横並び、なんだリボルブ。市森選手今回ねすごく順位上げてますよね。確か15番手からのスタートですよね。すごい追い上げですね。最終コーナーから立ち上がってまいります。トップ2だってビッタビタのテールトゥーノーズ。残り1周守り切った谷口。86 BRZ レース2019第8戦岡山国際サーキット第1シート決勝を制したのは KTNS86 谷口信照、十勝茂木に続き3連勝となった。よし、第2関門突破、あと残るは1つや。とりあえず無事なんだよね、高光なら良かったですね。ちょっと
車がひっくり返ってたからね。2位は大阪トヨタ86レーシング坂口亮平、はい。まあ、スタートもバッチリ決まって、で1周目2台抜いて、であともう順番に前でバトルしてる時に抜けたんで、まあ、レースラップも良くて、まあ、ちょっと最後パーセット取れたと思ったんですけど、最後のセーフティーカー系に一瞬ちょっとやられちゃったみたいなんですけど、まあね、ここからが抜かしていくっていうのはちょっとマッチレースになるから難しいと思うんですけど、まあ、タイヤもブレーキも温存できたし、やっぱ勝ちたい、はい。まあ、このままで終わりたくない、はいはい、それだけ。3位堤優衣となった。まあ、ほぼレースの半分以上が SC の走行となって、まあ、本当クラッシュした選手たちに怪我がなければ幸いだと思うんですけど、まあ、レースとしては、結局谷口選手がポールから、そのまま逃げ切ってしまった形になったので、もうチャンピオンがきついというかなしになってしまいました。ちょっと明日はちょっと作戦というかセッティング、見極めてレース2で勝てるように頑張ります。ありがとうございます。